永血の朝、宮沢賢治。今日のうちに、東宮へ行ってしまう私の妹よ。みぞれが降って、表は変に明るいのだ。雨ゆじとてちて、賢者。薄赤く、一層陰惨な雲から、 みぞれはびちょびちょ降ってくる「雨ゆじゅとてちて賢者」青いじゅんさいの模様のついだこれら二つの欠けた答案にお前が食べる雨雪を取ろうとして私は曲がった鉄砲玉のようにこの暗いみぞれの中に 飛び出した。雨ゆじゅう「雨湯樹とてちて賢者」「草原色の暗い雲からみぞれはびちょびちょ沈んでくる」あ「ああとし子死ぬという今ごろになって私を一生明るくするためにこんなさっぱりした湯気の一んを」 お前はわたくしに頼んだのだ。ありがとう。わくしのけなげな妹よ。わくしも、まっすぐに進んでいくから。アメユジュ、とてちて、ケンジュア。激しい激しい熱や藍ぎの間から、お前はわたくしに頼んだのだ。 銀河や太陽、危険などと呼ばれた世界の空から、落ちた雪の最後の一晩を。二切れの土影石材に、みぞれは寂しく溜まっている。私はその上に危なぐたじ、雪と水との真っ白な二層系を保ち、 透き通る冷たい雫に満ちた、この艶やかな松の枝から、私の優しい妹の最後の食べ物をもらっていこう。私たちが一緒に育ってきた間、見慣れた茶碗のこの愛の模様にも、もう今日、 お前は別れてしまう。ほら、ほらで、一人、えぐも。本当に、今日お前は別れてしまう。ああ、あの閉ざされた病室の、暗い屏風や、かやの中に、 優しく青白く燃えている私のけなげな妹よ。この雪はどこを選ぼうにもあんまりどこも真っ白なのだ。あんな恐ろしい乱れた空からこの美しい雪が来たのだ。生まれてくるたて今度は。 古にわりゃのごどばかりで苦しまないように生まれてくるお前が食べるこの二碗の湯気に私は今心から祈るどうかこれが兜卒の天の時期に変わってやがてはお前とみんなとに尊い死をもたらすことを 私のすべての幸いをかげで願う。